灼熱のクイズ王、小西博之さん、無理筋の選手村批判に総突っ込みを受けて天空を舞う。オリンピック・パラリンピック批判も TPO、内容というものがあるのではないでしょうか。 はい、という、こんばんは。参議院議員のおと俊です。今日の Vlog もスタートしていきたいと思います。7月のこちら24日に収録をしております。昨日の23日の夜、ついにオリンピックの開会式が行われました。いや、まあ、多くの方がご覧になったと思うんですけども、我が家も家族4人で、みんなで開会式をテレビ観戦させていただきました。まあ、こ、ね、細かいことを言い出せばきりはないんですけども、まあ、一言だけ素晴らしいものだったなと、様々な制約がある中で、ここまでのものを作り上げてきた現場の努力、関係者の方々の努力というものに、私は心から 経を表したいといいとうに思います、まあ、特にね、ドラクエのゲーム音楽がこう、ドラクエとか、ファイナルファンタジー、クロノトリガー、ロマンシングサガーもういろんなこう、我々の世代を直撃するようなですね、音楽がたくさん流れたり。 ドローンの技術も、えー、素晴らしかったです。そして、えー、最後の聖火リレーは東北の子供たち、そして、長島茂雄さん、大貞治さん、まあそういったね、もう、あの、スポーツ界のレジェンドの方々、もう長島さんなんか本当にね、もう自分の足で、最初は車椅子という案もあったらしいんですけども、まあ、自分の足で歩いてた。まあそれも本当に感動しましたし、そしてあの、天皇陛下のね、もう短いながらわずか13秒から14秒だったということなんですが、短いながらも凛とした姿勢で開会宣言ということで、私は本当にね、あの、2013年、招致の瞬間から、東京都議会議員として、 オリンピック・パラリンピックに携わってきた、えー、身としてもですね、感慨深く見させていただきましたし、本当に、えー、開会できてよかったというふうに思います。残,したところ残すところ17日間、ですね、えー、たくさんの夢を一国民として、えー、見たいというふうに思っております。まあ、そうした中でね、オリン,パレオリリンピック <laughs> オリンピック・パラリンピックについてはもちろん、え様々な厳しい指摘や批判というものもあるわけですで。これは昨日ブログにも書かせていただいた通り、あの、オリンピック・パラリンピックを楽しんで選手を応援することと、そして運営について厳しい批判をして追求をする。このことは別に、あの、矛盾してるからといって、切ってしてるものじゃなくて、楽しみながら指摘をして批判する。こういうことがね、私は両立してもいいと思うんです。で、特にまあ、我々は政治家ですから、 当然ですね。今、金メダル取った、楽しかった。で、終わるんじゃなくて、えー、この、終わった後も会計決算等々もございますし、本当にこれは税金の使い方として適切,適切だったのか、えー、感染症対応として適切なのか、まあ、こうしたこともね、しっかりと、え、精査をしていかなきゃいけない。なので、あの、決してね、オリンピック・パラリンピックを絶対に批判しちゃいけないということではないと思うんです。あなたは誰ですかゆちゃん。はい、ゆっちゃんも参りました。まあね、あれもあの、娘も来たんですけども。で、ただね、やっぱこの、批判のね、やり方とか、内容、そして TPO というものは、まあ、いくら何でもあるんじゃないかな、ということは同時 同じに思います、まあ,あの立憲民主党と共産党さんはですねあの3時間前とかに、えー、開会式の3時間前にいやこんな五輪でいいのかみたいな発信とかで立憲民主党さん公式の動画ですかねあれ作ってツイッターで上げてましたし、えー、共産党も小池晃さんが、まあ、今からでも五輪中止すべきだみたいなことを言っていてですねまあこの後に及んでその開会式3時間前にそういうツイートを、えー、わざわざするというのはなんだか批判という文脈を超えて単なる嫌がらせじゃないかなというふうに思いますのでそれはいかがなものかと思いますし、まあ、そうした中でね、えー、お騒がせの議員の一人である小西洋輝さん が、えー、またしても、えー、なんでしょうね無理すぎな選手村批判をして大きな批判を、えー、浴びておりました内容はですね、えー、ここですね、えー、小西洋木さんのツイッターです、えー、選手村のベッドバッタのおそまタさに驚いている動画しかしバッハ会長が1泊300万円のスイートに泊まってなぜ主役の選手たちがこんな目に遭うのだろうか五輪が本当に腐敗していることがよく理解できた てんてんということで、まあ、このツイートをね、昨日、えー、していたんですけども、まあ、これ動画を引用して、まあ、先週までね、えー、のあの選手たち、海外の選手たちがベッドを組み立ててる動画でいろんなこう英語でこう、喋りながらベッドを組み立ててるんですけども、このベッドね、あのお,粗末などお粗末だということで、そのお粗末さんに驚いてると、小西さんは批判をしてるんですけども、実はこのベッドですエアビーブというですね、 非常に優れたあ何、非常に優れたね、ベッドメーカーというか、寝具メーカーが作ったもので、あの、エアビーブ実は私も愛用してるんでね、だから擁護するわけじゃないんですけども、まあ、これがね、あの、組み立て、三段で、おぉおぉ言っちゃダメでしょうよ、君は。<laughs> あのね、これがね、ま、あの、三段式でこう、組み立てることによってカスタマイズできるという、なかなか優れものだったようなんですね。まあ、それについて、ま、選手たちが、ただもちろんね、組み立てるということで、当然、なん戸惑いというかね、これどうやってやるんだよ、みたいなことをこう、えー、英語でこう、チャットしてる、まあ、鼻、こうだ、雑談してる光景を見てですね、小西さんはこれ 批判してると決めつけてですね、おそばつさんに驚いて批判してるんだと、まあいうことを言い切ってですね、これは、え、オリンピック、パラリンピック批判、聞いては政府批判につなげようとしていたわけです。まあところが、まあこの、えー、内容についてですね、いやいや、これエアビームの三段式の、かなり、かなり最先端技術を使ったベッドなんですよ、マットレス、マットレスなんですよ、ということのね、そう突っ込みを受けまして、えー、こう、えー、ツイートをしました。お詫びと。 え昨日の私の選手のベッドマットのお粗末さに驚いている動画とのツイートは動画中の五輪選手のベッドへの懐疑的批判的コメントを受けてのものですがお粗末さとの表現はベッドの技術的特性等に誤解を生じさせかねない不適切な表現でした。 ま、お詫びしますということなんですけども。ま、あの、お詫びされたということは、私はね、小西さん、あの、性がある、え、対応だと思うんですよ。あの、多くの、え、野党議員、一部野党の議員はですね、不適切な発言をツイート、登録してる、チャンネル登録ね、あの、してもですね、不適切な発言をしても、もう、しれっと削除して、なんか本当に、 謝罪の一言もなく、言い訳めいたゴごにょごにょごにょみたいなこと書いて終わり、あるいはもう全く触れないとか、そういう方が多い中で、謝罪をされたということは、小西さんは素晴らしい、あの、真摯な姿勢だと思いますので、そこはあの、評価を、ま、ちょっと上から目線ですけどね、評価をしたいと思います。まあ、ただね、ま、この、内容についてはまたこの内容にもツッコミが入ってるんですけども、動画中の五輪選手のベッドへの会議的、批判的コメントを受けてのものですが、っていうことなんですが、ま、これは、先ほど申し上げたように、あの、ベッドの組み立て方とかについて、こう雑談してる動画であって、別になんだこのベッドは使い,づらいなとか、しょぼいなとか、言ってるわけ じゃないわけですよねつかれてもこの、えー、単語レベルとか、えー、英文レベルでそういう内容はなかったと、まあ、いうことですので、まあ、ここにですねちょっとこうなんだろうな選手の発言の成果のようにしてる内容は、えー、ちょっと引っかかるものが、えー、ありましたでまあここからねやっぱり言えることはやっぱりこのね批判ありきになってはいけないあのもう冒頭から申し上げているように別にオリンピック・パラリンピック開催期間中だからといって、まあ、批判をしてねそうするとまあ水をさすなせっかくみんな楽しんでるんだというような意見もありますけどもやっぱこれうあの選手たちを応援する大会楽しみということは別軸で、えー、この五輪のね運営であるとか全 税金の使使いい道、使い方、こういうことに対してあの政治家であるとか、まあ、評論家の方が厳しい目線を向けるそしてこのコメントを出すということは私はね全て一概に否定されるものではないと思うんですただねやっぱそれは他の内容を精査してですね、まあ、本当に今ここでするべきものなのかということとそして指摘をするんであれば事実に基づいた正しい指摘をしなければいけないこれはね もう最低限の経緯。やっぱり、あの、現場で頑張ってる人は確かにこう、上はね、本当にいろんな問題があって、今日も多分いろんな問題起きてるでしょう。五輪組織委員会の中では、ほんといろんなごたごた、まだ表で出,て出てこないような話も含めて、ほんといろんなごたごたがあって、もう上層部は瞑想状態かもしれない。でも、本当に、ね、現場をこの大会、もう大会を、 成功させよう、支えようと思っている現場の方の努力というのは、えー、絶対にこれは馬鹿にしてはいけない、裏切ってはいけないものですし、そしてアスリートにももちろん最大限の敬意を払わなければいけない。だから我々も批判をするときは、覚悟を持ってね、まあ、言ってね、やっぱりかなり裏を取ってですね、しっかりとこの発言をする以上は責任を持ってやるんだと、まあいうことをね、しっかり肝に銘じなければいけないなということを今回の小西博之さんの発言、まあ軽率なね、ツイッターの発言からも、私も感じったものです。まあ繰り返しになりますが、小西さん本当に謝罪をされたということは、本当真摯な対応だと思いますし、あの、再発防止にも、 気をつけてくださると思うんですが、まあ、これ、多山の石として、ですね私も今後、オリンピック・パラリンピックの運営等々、税金の使い道については、厳しい意見も申し上げることはあると思いますけれども、この採点に、まあ、その悪い意味で水を差さないように、現場の努力やアスリートたちの努力を踏みにじることがないように、しっかりと対応していきたいと思いますので、よろしく、ご注目、ご指導、ご鞭達と、あかゆーちゃん。チャンネル登録よろしくね、はい、よろしければチャンネル登録をお願い申し上げまして、今日の Vlog とさせていただきたいと思います。えー、それではまた次回さよならババババイバイイイゆーちゃんバイバーイ